だだだ大統領になったらね、まずは君を捕まえる。手と手繋いだら、かなりやばいプレプレジデント。9万人いったってツイートしようとしてスクショした音がめちゃくちゃ入っちゃった配信によろしくお願いします。ツイッターフォロワー9万人ということで、皆様、ご愛好ありがとうございます。皆様の清き一票により、私のフォロワーが9万人を突破することができました。本当にありがとうございます。ナイボー死ぬとこだった。ナイボーナイボー、ナイスボタン、ありがとう。宿舎前僕だけだったんですけど、どういうことですかこれ。なかった。じゃあなんで押してないんですか。そうだそうだそうだ。何怒ってるんですか。あんたは見たぞ。いや違う。ちなみに夏目も宿舎前だったのになんで嘘つくんですか。いやでも登ったのは僕だけだったでしょ。私事なんですが、今ツイッターフォロワーが9万人を超えたということも、はい、おー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 おめでとう票されたい欲が、ちょっとされたい。たまには初日に釣られたいよね。ちょっと、え、そういうの良くない、そういうの良くないと思うんですよね。いや、そういうの良くないと思うね。フォロワー9万人おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。夏目欲しがり、欲しがりさんだね、本当にね。いやマジこれは違うでしょ、これはなんもないでしょ、これは本当に。え、もうね、夏目さんは振りが上手なのよ。ダウンロードすらさせてもらえなかったんだけどな、夏目先生。早かった、早すぎたよな。あ、もうダメだ、早すぎた、まいそう。ちょ、テラゾーさん、ちょっと待って、まあ、ちょっと待って、もうこれ100秒くらいの命になるかも。まあいいんじゃない、なんでテラゾーさんに待ってて。俺はまあいいんじゃないっていうのに、なんで俺からの。東洋待って、東洋待って。いや、よくないと思う、本当に。そういうこと。ここで夏目先生入れるのはね、ちょっともうね、そのな、それあ、もうこれはダメな空気だ、もう。釣られたよ、いいな。行きましょう、次回。え、ちなみに夏目シス。スタンバイ、デュエルスタンバイ。今回はしたな。あ、さよなら。あ、1票しか入んねえよ。なあ、羨ましい。たまには。夏目センターに入れてるから。自分が悪い。じゃあ、夏目先生が悪い。釣られたい。羨ましい。いいな。夏目先生人気で羨ましいわ。わざわざ、こうなんかチャンネル登録、行ったとかさ、ツイッターフォロワー突破したとかさ、言わないさ、ようにしてるんですけど、普段は。今日はもうちょっと思い切ってさ、初日追放されたいなと思って、言ったわけですよ。にもかかわらず、夏目先生、うわ、え？あー、これ絞れるんじゃないですか？二人死んでるな。ダブル絞れそう。ダブルキルか。ダブルキルですね。AG は、宿舎前脇で、ミーティング、ダウンロードとミーティングの、タスク1個やっただけでボタンを押して、で、ミーティングから降りてくるセンターさんをダウンロード後に見てます。はい。はい。時間的にもう、そもそも30秒、そうですね、もう。ちょいくらいですよね。ちょいくらいだと思う。脇でだいぶ絞れると思うんですけど、どうでしょうか。エンジン脇が僕とエレジーさん。あ、だと思う、多分。あ、エンジンか、そこ失礼。そうです。エンジン脇が僕とエレジーさん、僕が、平井がコックピットの方行って、まあ僕最初まで浮いてます。コックピット、レリングフィット、展望じゃない。コミュニケーションでダウンロード、最後展望にアーカイブ。まあまずは目撃証言から。そうです。アップですね。はい。ない、メインホップ脇をしたのが、藤宮さんと僕だったと思います。はい。はい、メイン、北川さん、藤宮さん。うん。メアアーカイブ。アーカイブ。アーカイブ。
宿舎前が木曜です。これ貨物だったっけか。あれ、そうそう。最後の診察室からエレキ。アーカイブから言ったんだっけ。チャゲポヨさんとテラゾー。プテハシ、テラゾー、チャゲポヨが確かアーカイブで湧いてたような。テラゾーさん、あれで見たよ。え、プテハシは湧いてない。プテハシは湧いてない。プテハシはミン。プテハシはミンじゃなくて。テラゾーさん、診察室ですれ違ったんで。プテハシ、ウジミヤが診察室に入ってくるタイミングで俺がエレクトリカル入って、その後、メイヤさんがエレクトリカルに来てると思う。エレクトリカルは、今回 U 字の構造になってて、その U 字のとこには死体はなかった。そうそう、で、寺蔵さんが、上の、まあ、クロム君の脇位置がわからないからあれだけど、U 字のとこにはなくて、上のスイッチまでは確認できてない。そこで寺蔵さんが切る、診察まで行った人いますか？内宮プテが診察までで、プテさんは貨物まで切り行ったぐらい。最後、貨物の方入ったぐらいです。で、一個言えるのは、メイヤさんと寺蔵さんがエレクトリカルで、黒も見てないなら藤宮さんは白と置いていいと思う、うん、僕最後の5秒以外一緒にだから、そうか、うんうん、あ、そう思うよ。はい、もうちょっと詰められそうっすね。キッチンはキノコかな、うん、そうですね、キッチンが今んとこいないかもね、貨物にずっと留まるとも思えないし、うん、うん、そうですね、一個ずっと、うん、可能性が高いのはそうだね。だだだ大統領になったらね、まずは君を捕まえる、手と手つないだら、か、あ、あ、かなりやばいプレプレジデント、うろ覚え。やばいか。あら。死んだ。ああ、エレジーさん。さん右側だと思いますね。ほう。藤宮さんは今右直してて、僕は上から下見てて、アルマさんがアーカイブから証拠来ました。はい。左直したのはプテ。お楽しみだな、さん。で右側上に誰か登ってきてなかった最後。いや、気のせい。気のせいだと思う。僕は最後直して、はしごの音は僕はしなかったと思うけど。内宮がそのリアクター行くときに、エレジーさんも途中まで一緒でした。はしご上まで。リアクター右ってこと？はい、リアクター右。あ、そうなんだ。うんうん。なんでまあ、センターさんとか来る途中は見てない。見てないです。うん。診察貨物ラウンジまではないです。うん、左とかに回ってそうですけど、そうですね、診察、僕メイン電気診察なんですけど、そこにもなかったですね。メイヤさんとは電気で会ってます。そうですね、チャゲプヨさんと会って、僕は診察貨物、いや宿舎前はまあ僕は自分視点で否定したいけど、死体もなかったし、直したのは僕ね、僕だけだが左側にいました。その直した後もいましたわ、多分。直った瞬間ぐらい、直った瞬間ボタンなんで、なんかその治る瞬間ぐらいに多分やられてると思うんですよね、うん、だからこれもまた30秒くらいな気がするけど、センターさんってアルマさんの白を出せるパスか、いや出せないです。僕一応シャワーヘッド叩いて外出て、センターさんのペットだけ見えてます、シャワーの上に行く、でそれを追いかけてってアーカイブ入ったって、アーカイブからアルマさんってさっきの容疑者のあれでもあったっけ。そう、まあ、僕は脇だったらです、仮定ですけど、あとは貨物脇からの最後アーカイブとかかな、の2箇所な気がする、うん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 、それだったら寺蔵さんがすれ違ってそうですけど、ね、金庫室の奥までの、あの金庫室のところにもないと思う。あれ僕行ってないですよ、こまで。こんな時に夏目先生がいたらなんでこんな早く、なんで死んじゃったんだ夏目先生。夏目先生の容疑者は全員ですかね、これ。最初のお話もしたいので、またボタン押しませんか。うん、今回難しそう、つめんの。プテさん、寺蔵さん、初日の方がいけそう。初日の方がいけそう。あ、藤宮さん、両方無理だな。うーん。エジーさん、白だったのに、死んじゃったかな。30秒経っちゃう。オレンジ。
甘い甘いブレブレジデント。うーわ。宿舎下に下っているのを停電前に見てます。宿舎下なら寺田さん無理ですね。まあ、まだ僕はアルマさんに投票したいんですが。弁明屋さんは連続無理だと思います。弁明っていうか、そもそもなんでクロムさんの下位置が確定したいの、僕確定になってるのかがわからない。今、チョゲプーさんと皆さんはどこにいました？僕、誰かとメインホールで、メインホールからシャワーの方に行く人とすれ違ったんです。あ、そうだそうだそうだ。すれ違った僕です、うん。あ、その後僕、エレキ行って、カチカチカチをやって終わり。チャゲポヨは、エンジンは行って、で、プタシさんもエンジンは行ってました。で、プタシさん多分右に行ったのか上に行ったのかな。で、僕はまっすぐ左に行って、コックピットを目指して、で、途中で停電になったんで、直しに向かおうかなっていうタイミングですね。上に行ってるんでしょ？だって、宿舎前から降りてく。宿舎から降りてくのを見てます。ああ、うん、じゃあ上か。アルマさんは？テラゾは無理だと思うので。各所で貨物は切れずと貨物です。貨物分け俺じゃなかった？違うか。いや、いない。僕しかいない。停電直しました？あ、違う。直しないです。金庫やってました。投票しなきゃいけないんで、うん、アルマさんになっちゃうと思うんですけど。そうですね、サイクロとしては。まあいいや、まあ僕つっても終わんないというか落ちないから、クロムさんキルが可能な位置を探してください。1キル目の方が詰めれると思って、僕ともう一人くらいしか多分浮かないと思うから、右側で浮くとしても。メインさんもエレクトリカルで、チャゲポヨさんですかね、浮いてるとしたら、死ぬ気で、死ぬ気でボタン押して、死ぬ気でボタン押してマジで終わるか負けるから、多分ロラした方がいいと思う。停電配置にして、停電配置。今回のキルがアルマさんだった場合ってどうやってどう嘘ついてるんだろうっていうのはちょっと気になりますけどね。湧いた位置が、うん、そもそもまあ誰からも攻撃ないし、停電出すから、まあいくらでも嘘はつけるんじゃないかなと思いますけど、証券も最後だし。ちょっと待って2浪残ってるから停電の配置をしてください。停電の配置、僕はボタンを押してるんで、じゃあ貨物は来ます。あ、貨物側右、昇降機右サイド。俺も右に湧くわ。他は左に行って。あ、はい、僕ボタン、初手ボタン誰でしたっけ？僕だったっけ？いや、プテさん、もうしてない、プテさんもしてない。まず僕ボタン、いきます、いきます。ゲポヨさんが重たいってやばいんじゃないか。なんという停電の速さ。早い。停電押すのインポスター早すぎない？うん、これは落ちてんじゃね。正直落ちてると思いますけど、太鼓も上げてなかったから、正直まあ釣るとしたら1キル目の容疑でタゲポヨさんぐらいしか。まあ1キル目の容疑か。完全にそうじゃないですけど。1キル目クロムさん、確か僕アーカイブ湧いた時に僕ともう2人ぐらい湧いてたと思うんですよね。寺蔵さんと。あ、多分僕だよ、うん、アーカイブ。あ。宮さんか。そうそう、だから僕はその後に下に行ってエレクトリカル行ったんでしょ。そう、エレクトリカル合流組が宮さん、寺蔵さん、うん、そう、藤宮は寺蔵さんとエレクトリカル診察ですれ違ってるので、まあ、うん、宮寺蔵じゃない限り、一応位置関係を明確にしておきます。診察室側に藤宮、プテハシが同時に抜けて、うん、僕がエレクトリカルの上のスイッチにいて、宮さんがそこに最終的に、ボタンが鳴った時にスライドしてトトトトトって来たっていうだけなので、宮さんは俺視点はあると思ってます。うん、だから寺蔵さんは、うん、藤宮君たち視点ないと思う。あるとしたら、スイッチのとこで切るだけど、うん、クロム君をそっちで見てないんだったらほぼない。寺蔵さんと藤宮さんもほぼどの切りにも関われないかな、うん、ほぼ、うんうん、うん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 、はい、最初と今回2個目は藤宮さんで3個目は、うん、正直タスクが無理なんで、ここで、まあ、浮いてたからな、チャゲプヨさん浮いてたかな。からまあそうか、4人一浪に持っていく方が得ですかね、まあ、僕的にはもうだいぶ、まあ、アルマさんで決め打ちでもいいかなっていう。まあそうですね、めちゃくちゃ、うん、やっぱその、まあ、停電の速さがやっぱりなんか死んで幽霊だったんじゃないかな。まあ逆にそれを利用してるっていうのもありますけど、落ちてると思わせる、うん、どうします寺蔵さん、我々が決めなきゃいけないですか？僕入れたいです。
入れましょうか。まあ、僕、麺屋さんもちょっと怪しんでるところありますけど。うん、まあ、そうですね。監視のでは。じゃあ、チャケプヨさん入れます。はい。ここじゃないんですかね。でもね、チャケさんは入れるとね。あ、了解です。4人でボタンを押せない状況になるんで、麺屋さんインポスター前提で多分、話、過ごさないといけないと思います。OK です。終わんないか、ワンちゃん。終わるんじゃない？終わるよ！だよな。天才だ！よしよしよし。おー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 初手のダブルキルから結構白い作れてよかったですね。うん、ダブルキルがね。いやっぱダブルキルって言ったら夏目先生がスキップに入れてれば釣られなかったんだ。いやマジで夏目先生が悪いよ。あれは自殺です。自殺です。マジそんな夏目のキャラ言ったら夏目に入るに決まってるやん。いやいや違う今だってセンターさんおめでとうだったでしょ。だってえだってなんか夏目が押しちゃいけないんだって。なるほど、騙された僕釣られたかったのに。ねえ夏目先生じゃあだ夏目以外が押して自爆テロ次夏目以外が押してどうってあれだろ。自爆テロで、ね、自爆テロって自爆テロってあともうちょっと素材集めたらあれだろう夏目理不尽釣られ集とか動画出すんだろう。うわうわ今素材集めてるぞこれ。そういうことか。本来自分で理不尽とかつけて釣られに行ったのに。いやねこういうのはねこういうのはね中野アルマが出しますね。こういうのは隅っかこりゅうじゃん。いや本来攻められるべきは夏目先生に入れてるクリュー3名なんだなと思うんだけど。寺蔵さん優しいね本当に。まあ、あれ釣られてたからな。いや優しくないよ。優しくないよ。いや、うん、スキップに入れたけどねあの時はね。うわ本当な優しい。行くぞ行くぞ行くぞ。僕はインポスターなんで、まだ始めましたけどね。お水かでもね中のアルマ多分入れてないんだよね。ほらアルマん。あ僕は入れて釣れた時シャーって言ってましたよ。マジかよお前。1枚釣れたこれ入れるでしょ。確かにインポスターと入れ毒だ。釣り毒だね。だってねなんかもうなんで入れたのって言われてもいやそういうノリだからね、うん、なんとかなるからね。あれ入れない方がやばいでしょっていう。入れない方がやばい。入れない方がなんかアルマさんよく言いますね。なんで誰も入れないんだ。なんで。だっておかしいでしょ。入れないんだ。アルマさんあれだからインポスターの時あこれで釣られちゃうのかって絶対言うから。最近言ってないですよ。本当。そう。リスナーにそれ言われるから。あ言われてた。最近言ってないです。はい。個人的に思ってたんだよな。あ言ってないんだ。最近は言ってないです。あ言ったあるあるだよね。うん。最近インポスターで言われるのはインポスターの時って言われるのはもうマジで命かけて配置してくださいって言って今聞いたな。ボタン押してください。言ってたな。すぐボタン押してください。よぎるわ。